市長の内田です。市民の皆様には新型コロナウイルス感染予防に引き続きご協力をいただき感謝申し上げます。ありがとうございます。12月に入り、全国的に新型コロナウイルスの感染が広がってきております。重症者の増加により医療体制の逼迫が日々報じられ、東京に隣接する本市におきましても感染者数の横ばい状態が続き、これまでにない強い危機感を感じております。12月17日、千葉県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、年末年始に感染リスクが高まる飲食、外出、年末年始の行事、基本的な感染防止対策の徹底、クラスター防止対策について、年末年始の感染拡大防止対策が発表されました。飲食、特に忘年会や新年会については、少人数でなるべく普段からご一緒されている人との開催をお願いいたします。外出につきましては、感染リスクの高い場所、不要不急の外出は避けてください。また田舎、ふるさとへ帰省される場合は、混雑する時期を避ける、または延期するなどをぜひご検討ください。初詣、カウントダウンイベントなどの年末年始の行事、これは混雑する時間や場所、そして3つの密、3密を避ける工夫をお願いいたします。そして何よりこまめな手洗い、マスクの着用、換気と適切な湿度の維持など、基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。さらにクラスター防止対策として、高齢者施設や学校での部活動でのクラスター防止対策の徹底に引き続きご協力をお願いいたします。また千葉県が発令した飲食店向けの営業時間短縮などの協力要請に対し、本市においては活南地域6市と連名で新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に関する要望書を提出し、その中で協力金の支給について要望いたしました。これを受け、千葉県では12月23日から来年令和3年1月11日までの20日間営業時間の短縮にご協力いただいた中小企業等の皆様に協力金が支給されることが発表されました。手続き等の詳細につきましては、浦安市や千葉県のホームページをご参考にいただきますようお願いいたします。市では今後も職員が一丸となって、より一層の感染症防止対策と社会経済活動の両立に取り組み、すべての市民の皆様の幸せのために全力で臨んでまいります。市民の皆様、共に笑顔で新年を迎えるために一緒に頑張っていきましょう。引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。